ってお話聞いたんですけど、震災の時はやっぱり 3.11、その震災があった時はもうタコを作り始めていましたから、皆さんどうしようかどうしようかということで、あの自粛自粛自粛の中でですね、大きい勇気で決断をいたしました。ちなみにその時の文字は、それはね、やはりあの東北地方のあの悲惨な状況、ただ悲しんでばかりいられませんので、座間の大凧は、東北に向けて復興という文字を急遽書きまして、たこ揚げをいたしました。そして座間の空も東北の空もつながってるんだということで、復興凧を作り、福島県の須賀川市に送りました。あ、今刺しましたね。刺しましたか。はい、復興の年も経て今年2013年の文字もう間もなく、ね、さあ風受けてます、風受けてます、受けてますか。あ、いい風じゃないですか。青頑張れ、青、青頑張んなきゃ、赤が早い、赤が早い、赤が早い、青頑張れ、青頑張れ、あ、どうでしょう。青はちょっと遅いかな。でもいい感じですね。いい感じです、いい感じです。皆さんもいいの、皆さんも応援してください、応援してください。さあ皆さんどうぞ応援してください。に上がりました。上がりました。あ、持ってました。ちょっと待ってください。トラヒケトラ、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 ちょっと、ちょっと痛んだかな。今みたいのは風の向きが変わったんです。多分赤が早く上がってしまいましたね。ですから相模川の河川付近でセミダコの経営を行っています。昨年は60枚、今年は約70枚のタコが連なっています。昨年に比べパワーアップしました。70連で約200メートルの連ダコです。ぜひご覧ください。